中国の文春種、可愛らしい赤の独特の衣装で登場です。17歳の選手、さあ田村さん、この選手も序盤にジャンプを重ねてきますね。そうですね、トリプルルッツダブルトーループ。今のはどんなところが良かったですか？今のも体が小さいんですけど高さがありますよね。146センチという身長の林俊志です。トリプルトーループダブルトーループです。練習ではここ2つ目のジャンプで3回転にトリプルトリプルのコンビネーションだったんですけど、予定していました。さあまだコンビネーションジャンプが続きます。単独のダブルアクセルに変えましたね。そうですね、ここはダブルアクセルからのシークエンスを予定していました。今シーズンはポーランドのバルトカップで3位に入っています。現在総合18位、昨シーズンの世界ジュニアでは7位。綺麗に決まりました。レイバックです。そしてどうですか、この柔軟さ。ジャンプだけじゃないというところを見せつけてますよね。女子のフリーではジャンプ、そしてスピン、ステップと12種類の要素が採点されます。一つトリプルルッツ飛んできましたね。ジャンプではここまで大きな失敗はありません。トリプルサルコー。さあそしてスパイラル、ここでも柔らかいところを見せてきますね。チャイナドレスを彷彿とさせる赤の衣装、ヘアスタイルも決まっています。そして赤のリストバンド、最終盤でトリプルフリップだったんですけどね。に大きな拍手、歓声です。質の高いジャンプ、そして体の柔らかさも大いに見せつけました林俊志。さあ昨日のショートプログラム3位に続いてどんな結果が出るでしょうか、楽しみです。それでは田村さんと一緒に振り返ってみましょう。最初のコンビネーション、これはトリプルトーループダブルトーループですね、そしてこれが、これは2個目のトリプルルッツですね。単独で飛んだやつですね、はい。まあ、146センチということなんですけれどもね、高さがありました。質のいいジャンプ飛びますよね。さあ、ビン・シュンシュの得点が出ます。
総要素点は 47.26、 そして総構成点は 38.85 です。合計しますと 85.11、 そして昨日のショートプログラムと足しますとこれは高いでしょう。ここまででトップです。ポイント 130.25 は立派です。